では行きます。せーの、よっと。重さはというと、おー、チャンネル登録及びメンバーシップへの登録をお願いします。皆さんどうも、ヒロゲーです。今回はサムネイルとタイトルの通りなんですけど、私ヒロゲー、神戸の三田のレゴストアでピックアブリックをやってきましたので、どれだけ詰めたのかをお見せしたいと思います。まあ私ヒロゲー、ピックアブリックガチ勢ということで、過去にピックアブリックの結果動画をいっぱい出してきたんですけど、まあその中で僕が一番目標にしているのが、ピックアブリックの L サイズのカップで 500g 以上詰めることです。今のところ L サイズの最高記録は、去年のレゴランドの 495g です。それ以来僕は 500g 目指そうと思って頑張って詰めようと思ったんですけど、なかなか 500g いかなくて結構難しいなって思ってたんですけど、今回のピックアブリックは多分おそらくなんですけど 500g はいってる方なんじゃないかなって思います。とりあえず神戸の三田のレゴストアで詰めたピックアブリックをお見せしたいと思います。それがこちら。はい、こちらでございます。はい、今回もこんな感じで隙間がなくなるぐらいまでびっしりと詰めました。ちなみに画像つけておくんですけど、三田のアウトレットのレゴのパーツはこれだけありました。ただ僕が行った時には一部のパーツはありませんでした。とりあえずね、赤丸つけた目当てのパーツはめちゃくちゃ詰めました。 L サイズのカップの重さを除いて設定して、では行きます。せーの、よっと。重さはというと、おー、はい、重さはなんと 509g もありました。おー、やったー、ついに500g 超えました。去年の最大グラム数の 14g を更新しました。いや、やった、めちゃくちゃ嬉しい。今から詰めたパーツを見せたいと思います。この開ける瞬間が一番楽しみなんですよね。いきます、せーの、よっと。ありがとう。はい、今回詰めたパーツはこちらになります。特に一番詰めたのはこのパーツですね。このライトブラウンの 1×2 のプレートパーツを全部で300個ほど詰めました。で、あとはこの 1×1 のクリアオレンジのスロープパーツと牙パーツとゴールドのこちらのパーツも詰めました。あとそれと結構珍しいパーツとして、こちらの紫のプレートパーツも詰めました。これ確か30枚か40枚ぐらいは詰めたと思います。あとはこちらのヒンジパーツも珍しかったので、これも結構詰めました。で、それ以外のパーツをざっと見るとこのようになっております。今回のピックアブリックは僕の中ではかなり頑張った方なんじゃないかなって思います。はい、ということで本日の動画は以上になります。まあ今後もこんな感じでピックアブリックの結果の動画を1年にまあ3、4回ぐらいは出そうかなって思っております。ちなみに今のところパーツの更新はないんですけど、今後もし気になったパーツが出始めたらピックアブリックをしていこうと思います。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。